カメラ部部長です。副部長です。池袋女子カメラ部です。イエーイ。揃った。初めてだね。はい、ということで、今月は9月入りました。はい。でですね、ここでお知らせです。なんとなんと、こちらの池袋女子カメラ部のあのアーカイブ合計視聴者数が2500を突破しました。ありがとうございます。すごい、2500、いろんな人が見てくれてるってことだね。そうですね、2500ってすごい。そうだから、これからも頑張っていきたいと思います。はい、そしてそして見て見て、浴衣。今日はいやー、6月になっちゃったけど、そう、浴衣ね。浴衣着たかったの。今年初の浴衣だね。え、初なの。え、どこも行ってないの？どこも行ってない。あら、お、こんにちは、お邪魔します。だって、いらっしゃい。いらっしゃい、来てくださってる。ありがとうございます。早速、また来たよ。あ、配信中。違うじゃないか。違かった。でですね、早速浴衣着てるから、あの、立ってお披露目。そうですね、しちゃいたいと思います。イエーイ。立てる？立てる。キュン。よいしょ。じゃあ、ウサから。はい、こんな感じです。じゃん。お、後ろ、いいね。リボン、いいね。じゃーん。ちょっと近く、はい、ちょっと透けてるね、その言い方ね。ちょっと透けてるな。シースルー的な。はい、私です。じゃじゃん。ひなちゃんです。そして、あの、帯をあのウサちゃんにやってもらいました。はい、やりました。すごいよね、できるの。なんかちょっとぐちゃぐちゃで申し訳ない。ね、柄が猫なんですよね。そう、かわいい。いただいたものなんですけど、あの、猫買ってて、そしたら猫に合ったものを買ってきていただいて、はい、かわいい。デイちゃんが、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、それでは、皆さん、会場の皆さんにも挨拶をしていきたいと思います。はい、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。微妙にちょっとね、遅れてきた。戸惑いがあったけど、ありがとうございます。ありがとうございます。では改めまして、あの、こちらでですね、あの、今回も、はい、簡単な自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、では私から、部長のちーにゃんこと日月ちなです。よろしくお願いします。ちなちゃん、ありがとう。何にも聞こえてこないけど、ね、私から何にも聞こえて、あ、こんにちはってまた来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで、副部長のうさです。よろしくお願いします。うさちゃん、言ってくれた。誰一人言ってくんなかった。寂しいな。寂しい。はい、ということで、うさ、今月すごいバタバタしておりまして、なんと、うん、今ミュージカルの稽古をしております。おお、何のミュージカルやるの？赤毛のアンです。誰も聞いて、え、誰もちょっと反応がないんですけど赤毛のアン知ってる人？赤毛のアン知ってるよね、みんな。あ、知ってるよね。あ、え、知らなさそうだ。あんま知らない、あんま知らない。結構でも有名で、有名な、そうなんですよ、有名なんですけど、うん、こちらが11月15、16、全4回公演しておりますので、うん、よければ見に来てください。見に行く。見に来て。見に行く。頑張ってね。面白いから、めっちゃ頑張ってる。頑張る。はい、それでは早速、はい、こちらの説明をしていきたいと思います。はい、こちらツイッターのご案内なんですが、ハッシュタグのソーシャルストリームでつぶやいていただければ、うん、こちらでリアルタイムにチェックできますので、うん、ぜひぜひ皆さんお願いします。こっちはい、こっちだ。はい、皆さんのツイートお待ちしております。ツイッターアカウントのハッシュタグはシャープ IKBJKB IKBJKB になっております。うん、はい、こちらに投稿していただければリアルタイムで私たちがチェックして読むことができますので、ぜひぜひつぶやいてください。つぶやいてください。はーい、はーい。そしてツイッターまだやってない方、まあ、多分ここにいる人たちはみんなやってると思うんですけれども、うん、見てる方でまだやってない方いらっしゃいましたら、この機会にぜひぜひフォローとかしてください。そして一緒にこちら盛り上げていきましょう。イエーイ。お願いします。はい、では詳しくは番組公式ツイッターや私たちのツイッターやブログをチェックしてみてください。あ、ちゃんと出てるね。これアカウントなんで、よかったらフォローしてくださいお願いします。お、なんか聞いちゃったよ。くるくる攻撃が最後に番組でも簡単にして。はい、でははい、番組の公式、うん、お、どれですか？違うよ。あ、これだ。番組の簡単な説明もしな
ないといけないんだ。そう、してして。そうなんです。毎月第1日曜日18時から池袋で番組公開収録と撮影会のイベントをやっております。やってますこちら、はい、こちらじゃーん。予約はなんと今から受け付けて、今から今しか、なんか欲しい、今しか今からやってますので、ぜひぜひどんどん応募してください。はい、先着10名様になっております。当日券はありませんのでお気をつけてください。気をつけてください。はい、はい、以上です。以上です。それでは短い時間ではありますが、あ、そうだ、チケット予約のメールアドレスだ。アドレスも言わないとダメなんだ。ほら、忘れてた。はい、こんなに言われてうちらが気づいてたらダメだよ、この番組。怒られる。チケット予約のメールアドレスは ikbjkb@gmail.com、はい、ikbjkb@gmail.com です。アットマークしてください。アットマークぜひぜひ皆さん来てくださーい。来てください。待ってまーす。待ってまーす。はい、これでもう全部大丈夫。生きた生きた。大丈夫。毎月って言ってるのが毎月って言っててすごい嬉しかった今。毎月、うん、ちゃんと言った毎月って言って間違えちゃった。はい、それでは短い時間ではありますが、はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。では最初のコーナーはこちら。じゃんじゃじゃん。これなんかしたいね。ね、なんかあったらいい。せーの、写真でトークのコーナー、イエーイ。はい、写真です。では、はい、お願いします。はい、このコーナーは毎月出されるお題に沿った写真を見ながらトークしちゃうというコーナーでございます。自由さまざまな、トーク、ガールズトークコーナーになってます。はい、それでは私たち2人の写真はもちろん皆様から送っていただいた写真もどんどんどしどしあのなんだっけ取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ツイッター地味な浴衣だな。地味じゃないよこれ、普通だよ。地味、地味だった。何が地味だよこれ、結構可愛いよ2人ともね。ね、これ可愛い。なんでこういう浴衣にしたの。これね、おばあちゃんになっても着れるから。あ、なるほど、簡単だね。簡単だね。なるほどね。ずっと使えるから。ずっと使えるね、そうね、そうね。では、初めの写真で見てたいと思います。はい、では、初めの写真こちらです。お願いします。じゃんじゃん。あ、すごい。なにこれ、ミラーボール。ミラーボール、ミラーボールかな。では、ハンドルネームドン・タコスさんからです。と、新宿区、うん、新宿の友人のマンションに行った時の写真です。うん、ほうほう、うん、新宿の友達のマンションにこういうのあるの、すごっ。え、マンションにコンシェルジュがいて、コンシェルジュって何。コンシェルジュ、なんだったっけ。案内人だ。案内人、案内人、案内人、案内人がいて、レストランがあって、スパがあって、とても住宅とは思えない環境でした。うん、エレベーター内にはシャンデリアがあって、思わず写真を撮ってしまいました、うん、とのことです。これってこと、このシャンデリアがあれってこと、あのエレベーターの中にあるってこと。これそう、エレベーターの中に、あ、確かにエレベーターの中にあるってことでしょ。でも見る感じこれシャンデリアですよね。シャンデリア、これがシャン、あ、違う、嘘、これミラーボール。シャンデリア、シャンデリアじゃない。だってほら、エレベーターにはシャンデリアがあってって、思わず写真を撮ってしまいましたって書いてるから、多分エレベーター内のシャンデリアなんだよきっと。これ見た感じミラーボールに見える。ミラーボールに見える、確かに。でもすごい、うちもこんなに住んでみたい一回。遊びに行きたい、普通に遊びに行きたい、その人の家に。圧巻されそう。ね、ありがとうございます。綺麗、すごいね、やば、ミラーボール、なんと豪邸。そしてね、またツイッターが、はい、UFO って書いてある。 UFO じゃないんじゃないかな。UFO、 UFO にも見える、確かに。 UFO にも見えるかな。あとね、ちょっと遅れた2人とも浴衣姿いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、褒められる、褒められた、褒められた、嬉しい嬉しい。ちょっと中なんか見えちゃう、なんか T シャツなんだ。 T シャツなんかちょっと女子力でしょ。ちょっとなんかね、バナナの T シャツ今日着てる。バナナしかもバナナ、バナナの T シャツだ。バナナっ子だからね。バナナっ子、はい。そんなことはどうでもいいとしてね、はい、次の写真こちらです。お願いします。じゃん、バナナなんで、バナナ、バナナ隠さない。はい、これはハンドルネームジェームズさんから。夏になるとチョコミント製品がよく販売されます、うん、はい、アイスだったり、うん、チョコだったり、うん、でもケーキは初めてでしたということで。確かに、すごい、チョコミント。これさ、ケーキなんだ。一瞬抹茶にも見えない、色的に。 ね、なんか下の方が白いから、うん、チョコミントに見えない。なんかチョコミントって言われないと分かんない。ね、あの、なんかこういうケーキ食べたことある人、ミント系のケーキ食べたことある人、
あ、いない、いない、いない、私もない。意外にないの？ありそうなの？ありそうなの？一番ありそうなの？ないんだね。ない。ミントのアイスとかがちょっと、うん、ちょっと苦手なの。あ、ダメなの？でもあのミンティアとかなんかそういう、うん、ああいうの食べれるんだけど、アイスとか食べ物にしちゃうとちょっと苦手。ダメ。食べたことある？ある。私前は嫌いだったんだけど、前はなんか、うん、歯磨き粉食べてるみたいな感じだったんだけど、でもずっとずっと食べてると、うん、わかりません、この歯磨きと歯磨き粉を食べてるみたいな。でもずっと食べてるとそれが癖になっちゃって。歯磨き粉食べたことないからわかんないんだよ。食べちゃったことないですよ、ごっくんみたいな。ない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 。何してんの？でも今ちゃんとチョコミントっていうのが美味しいんですよ。ちゃんと美味しく味わえてます、うん、今は食べます。よかったね。すごい楽しい。すごい。これケーキすごい。どこに売ってるのか知りたいね、これ。知りたいですね。また教えてもらいたい。教えていただけたらお願いします。はい。そしてジェームズさんから2枚目が来てます。2枚目、うん、どうぞ、うん、どうぞどうぞ。2枚目、2枚目が、2枚目。おぉ、はい、じゃーん、こちら個人的な新しいものになりますが、メガネ男子の僕にとって、うん、メガネは顔を同然。顔を同然、はい、はい。そんな僕が最近新調した顔カッコメガネカッコ閉じです。音符マーク、音符マーク、音符マーク書いてある書いてある、なるほどね、はい。でもさ、このメガネよりもね、あのこの鼻のこのメガネ置きの方に集中しちゃうの。これすごい気になっちゃう。やばい。え、これこういう置物見たことある？鼻ある？今ってそういうのが流行ってるの？私見たことある、これお店にあった。本当にメガネかけてるから、ちょっと、うん、あ、本当だ。置物使わない。でもこれ、え、これさ、あのお店にも置いてある、こういうのって、こうやって多分お店のこんな飾る用なんじゃないかなと思う、うん。まあでもそっちに集中しないで、本当はメガネなんだけどね。うん、本当ね、本当ね。でもね、本当ね、メガネもすごい可愛い。なんかいくらぐらいするんだ、高いのかな。なんか前メガネをかけてる人で、これいくらぐらいするんですかって10万円しますって言われて、そんなにするんでメガネあんのみたいな。もうすごいそのメガネにこだわったデザインのものをつけてる方で、うん、高い。自分がつけてるメガネなんて大体5000円ぐらいのメガネなのに、なんか20倍合ってるね。20倍ぐらいしましたね。びっくりしちゃった。これもお高そうですね。ちょっと柄がすごい可愛い。これも値段聞きたいな。うん、よかったらもう一回投稿してみてください。お願いします。お願いします。ありがとうございました。次お願いします。こっち、こちら、こっちじゃねえ。ね、これはすごい。これ説明書じゃない？あ、違うのかな。穴がいっぱいあるよ。はい。でハンドルネームが町の電気屋さん。すげえ名前だね。取説、これ取扱説明書の略かな。最近では文章ではなく図だけで説明するものも増えてきました。まあ確かに最先端のものには言葉はもはや必要ないんですかね。説明書読む？読まないです。え、説明書を読んで組み立て伝いする人みんな。あ、ちゃんと顧問はしっかり読むんだね。顧問読んでそう。読まない？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 え、みんな読まない、うん、顧問以外誰も読みませんよ。読まない。ちょっとやばいよ。すごいこうなってるんだ。うちも確かにあのゲーム機とかあるじゃん、うん、あれも説明書読まないでそのままやっちゃうんだけど。やっちゃう。携帯とかもそうじゃん。 iPhone とかね、全然説明書すぐ捨てちゃった。こうやって買ってから捨てはしない、ちゃんと保管はするけど。すぐ捨てちゃった。捨てちゃう？捨てちゃった。いやいやいや、でも確かにこれだとすごいさ、うん、なんか文章でさ説明されるよりはすごい分かりやすい気がする、うん、ね。確かにすぐ、あ、これとこれだなって分かりやすいかも。お、さっきのメガネのコメントかな。俺の3万円ぐらいって書いてあるんだけど、ね、それでも高くない？高い高い。あとスペアミントは歯磨きっぽい味。歯磨きっぽいよね。スペアミントって何？スペアってなんだろう。スペアミント教えてください。スペアミントって何ですか？歯磨きふん、あ、歯磨きっぽい味。ディスコタイムがあったり。ディスコタイムってさっきのマンションのやつかな。新宿のマンションすごいと思う。コメント来てます。困った時に読む、困った時に読むって、まあ、確かに困った時に読むよね。なんか壊れちゃったり、うん、エラー出ちゃったりしたらね、ちょっと読んだりはする。それ以外は読まない。あ、読まないな。ちょっとだけ読む。あ、ちょ、パッパッて見て、パッて閉じて、パッてやる。本当全然読まない。もう読まずにやっちゃう。でも女性は読まない。あと、そしてここにいる男性陣は読まなくて、読まない派は読むみたいな感じかな。すごいね。人口的に少ないけど、これからちょっと読むようにしてみようかな。もし新しい発見があるかも。じゃあ次行きましょうか。お願いします。お願いします。お、これはスカイツリーかな。スカイツリーだ。そう、すげえすげえすごいね、なんかすごい綺麗。丸どっから撮ってるんだろう。
ね、スカイツリーまだ行ったことないんですよね。ないの？はい、行きました？行ってない。行ってない。ハンドルネーム誰？誰さんからの投稿これ？これですか？これ、はい、親父さんからです。はい、スカイツリー前私にとってはすごく最新のものです。昨日のことのようです。昨日のことのよう。スカイツリーっていつできたの？うち2年前ぐらいだと思うんだけど。2年前ですね。2年前？行った？あ、ソラマジだけ？行かない。ソラマジだけ。スカイツリーよりもソラマジの方が有名なんじゃないかな。なんかかわいそうなスカイツリー。スカイツリーですね。結構有名だと思うんだけどな。でも確かにうん、スカイツリーって登るときってお金かかるの？かかる。あ、かかるの？かかるの。そう、なんかある程度まで来て、うん、もう一段階上に上がるにはお金が必要なんですよ。そうなんだ。そうなんです。でもそれだけの価値がある。この人撮るセンスあるね。ね、結構いい感じ。いい感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いては写真。写真いっちゃいます。いっちゃいます。じゃあお願いします。じゃん。誰？はい、私です。これ何のやつ？はい、これ実はかき氷なんです。見てわかるか、かき氷なんですけど、どこが新しいのかというと、うん、真ん中の黄色いのあるじゃないですか。はじめレモンだと思ったんだけど、なんかつぶつぶがあるね。これ実はコーンクリームなんですよ。やだやだ。コーンクリームあのガリガリ君みたいな感じ。あれは食べたことないでわかんないですけど、コーンクリームスープとかに乗ってるようなコーンクリームがそのままバーって乗ってて、うちダメ考えられない。美味しかった？まずかった。こらお店の人に悪いでしょ。お店帰ってね。でもコーンクリーム私あんま好きじゃなかったな、うん、でも好きな人はいるから作ってるんだと思います。なるほどね。美味しい。今度は食べた時美味しいって言ってあげてね。おい、頼まんないかな。じゃあ次の写真行ってみましょう。アフロヘア。アフロヘアって何？アフロヘア。アフロヘア、あのあれなんかお茶犬じゃないけど言ったじゃん。アフロ犬。あー、アフロ犬。何色に似てる？確かに似てる。アフロ犬だよ。みんなうちら世代。え、わかんないわかんない。知らない知らない。アフロ犬行って流行った。知らなかった、うん、じゃあ次行ってみましょう。お願いします。お願いします。はい、はい、私。お、これどこが新しいんですか？あの新しいの。髪の毛切ったんですよ自分。あー、あの9月16日に友達のコンテストモデルをやるために作品作りで髪の毛パッツンしました。かわいい。いいでしょ。いいでしょ。いい。初めてちゃんとしたボブにしました。顔が隠れてるよ。ちょっと変な顔になっちゃった。せめてちょっと隠そうと思ってこうしました。はい、まあ、あまり新しくないかもしれないんだけど、自分の中では新しい感じがしたので投稿しました。終わり。女の子にとって髪って大事ですからね。大事。いい感じでしょ。短い方の方がいい？長い方がいい？短い方がいい？あんまり反応困ってるから次行こう。短い方がいいよ。次行こう。ありがとう。チリ写真じゃないですよ。そんなことないですよ。もう次お願いします。もうコモンひどい。ひどいよコモン。次行きましょう。じゃん。はい、これなんだと思います？時計。え、これ本当に見てんの？これ時計なんですよ、最新式の。なんか絶対見ないでしょ。ネイルチップみたいになっててはめて、これが時計になるんですよ。落ちるじゃん。それがうまいことひっついてると思うんですよ。思うんですよ。思うか。なるほどね。すごくないですか。これまさに最新じゃないです。新しいもの。多分男性陣つけたいって思わない気がするんだけど。いやでも便利じゃないですか。腕時計ちょっとだるいなって時にピッて爪につけて。いや微妙。微妙。女性だけかなこれ。女性もつけないよこれ。例えばつけるかな。こう腕につけるのがなんかダメな職場とか、うん、ネイルこれつけれれば全然 OK で。いや微妙。時計も時間わかるみたいな。なるほどね。例えばテスト中とか時間ちょっと前見たらカンニングってなっちゃうから、ちょっとじゃあ爪見ようかなみたいな。前見てもカンニングにならないよ。多分だ。微妙。はい、次行きましょう。微妙。おコーンクリームにシロップ。コーンクリームにシロップ。さっきのあの、あそうさっきのかき氷。あれだよ。確かにコーンクリームとシロップが混ざってるところがあって、うん、なんかすごい甘いのと、いやーコーンクリーム食べれない。あと展望台の料金高いんだ。3000円ですね。ミントの種類です。他の有名なやつだとペパーミント、ペッパーケーブケーブなんでケーブまあいいや。こんな感じだよね。種類があるんだ。ミントはあんま詳しくないか分かんないけど、すごいね。そんな種類あるんだね。じゃあ次お願いします。なこれ私。
iPhone、 そう iPhone の iPhone6 がもうそろそろ発売されるとかされないとかっていうので、で iPhone ってこれ出していいかな、ちょっと軽くね。いいですよ。iPhone ってほらこうやって角張ってるじゃん。うん、こうやって角張ってる。でもこの iPhone 見るとすごいなんか丸い、丸いじゃん、こういう風に丸いし薄いし、すごいなんか画面が大きいから新しいなと思って載せてみました。おー、なんだっけ、丸いんだ。あのなんか iPhone4 の前の機種なんだっけ、 5S。 そう、それそれ、 3GS とかもこんな感じじゃなかった、形的に。うん、そう。お、なんか、ま、もう一個出た。なんかね、今の iPhone が一番左で、うん、で真ん中と右であの、うんうん、サイズが選べるらしい。でかでかすぎる。なんか iPad みたいになってきてるね。携帯電話ってこんなでかくていいのかなってちょっと思うけど、すごい。でも薄いね、最先端かな思ったんで投稿しました。うん、はい、すごい新しい色。じゃあ次の写真で最後かな、かな、何だろう、やってみましょう。お願いします。お願いします。じゃん、お、プレイステーション4です。そう、そう、これ私のです。私物新しい。そう、去年ぐらいに出たやつかな、まあ、まだまだ新しいかなと思ってちょっと投稿してみました。あと5出てないからね、新しい。でね、あとあのプレイステーション4、うん、あのいろいろ9月1日にあのいろいろなんだっけ、あの情報解禁じゃないけど、うん、44作品ぐらいのゲームソフトのあれが何発売とかのね、なんて言ったらいいんだろう、あの情報解禁があったんだけど、うんうん、その中でちょっとね気になったのが1個あって、ゲームソフトじゃないんだけど、うん、プレイステーション4のモデル、あとドラゴンクエストヒーローズ、うん、ドラゴンクエストみんな知ってるとは思うんですけど、うんうん、それの闇竜と世界樹とのコラボレーションのドラゴンクエストメタルスライムモデルエディションが発売されるっていうのを発表してたから、すっごい名前あんまりドラクエわかんないんだけど、そのメタルスライムは可愛いから、うんうん、ちょっと買ってみたいなってちょっと思ったり思わなかったりしたので、ちょっと載せてみました。ドラクエ知ってるかな。腕時計もしないしな、だって腕時計しないって。腕時計しない、時計、あ、これが来たー、スライム、これメタルスライム、ちょっとちっちゃいけど、メタルスライムちゃん、これメタルスライム、このこんな感じの色のやつで、裏にちゃんとメタルスライムのこう模様が入ってるやつが出るんだ。うん、そんな感じですかね、スライムちゃん。では以上でこちら写真終了、はい、ありがとうございました。できればね、皆さんいる中で誰か投稿していただけるとか嬉しいんで、いっぱい投稿してほしいな、投稿してください、投稿してほしいな。はい、はい、そして来月のお題なんですが、うん、来月10月は、うん、じゃじゃん、じゃじゃん、苦手なもの、苦手なもの、はい、もしくは苦手だったものを投稿していただきたいです、うんうんうん、はい、苦手だったものの場合、どうやってそれを克服したか、うん、ぜひぜひ教えてください。なるほど、はい、ということで、いっぱいあるんですよ、はい、虫がダメ。そしてこの投稿なんですが、うん、写真を大募集中になっております。写真は JPEG か PNG 形式のもので、うん、1メガ以内のものでギガとメガってどう違うの、大きさかな、大きさどっちのが大きいんだったっけ、 G なんていうの、メガ、メガギガが、ギガが大きい、じゃあメガで送ってください。ギガだと送れません、はい、メガ以内のものでお願いします。はい、こちらのメールアドレスまでお願いします。はい、メールアドレスなんですが ikbjkbphoto@gmail.com ikbjkbphoto@gmail.com になっております。ぜひぜひ応募してください。ざすざすざす、お願いします。消えた。ではというわけで、以上写真でトークのコーナーでした。結構いっぱい時間取らせてもらったね。いっぱい送ってくれた、嬉しい、ありがとうございます。せーの、写真で遊ぼうのコーナー、イエーイ。このコーナーは何？はい、このコーナーは写真アプリを使って写真を加工してみたりしなかったり、うん、グリーンバッグを使って背景合成してみたり、うん、アイコラしてみたりなど写真を使って遊んじゃうというコーナーになっております、うん、はい、こんな面白いアプリあるよとか、写真を使ってこんなことしてみたら面白いんじゃないなど、皆さんからの情報もお待ちしておりますので、ぜひぜひツイッターでつぶやいてみてください。お願いします。お願いします。今回は引っ張って、
あの写真に必要なものをです。いきます。はい、こっちか。そうです、そっちからです。あいた、やばい、すいません。今回はなんとこれをします。じゃん、じゃん、写真立て、写真立て、これを使って遊んじゃいます。こちらね、うちら自分たちでデコレーション今からしましてですね、はい、それを皆さんに披露していきたいと思います。はい、どんなのができるかはイメージを書いたので見てください。はい、じゃあちなちゃんから。じゃん、じゃん、こんなイメージ。ハロウィン系、あ、見えない。ハロウィン、ハロウィン、ハロウィン系、あの、もうあと1ヶ月もすれば10月でハロウィンなので、うん、それを先取って作っていきたいと思います。うん、なんかでっかいのついてる。ちょっと買ってみ、でっかいのつけたかった。じゃあ、ウサは？じゃん、メルヘン系。絵がひどい。真ん中の、何、写真の絵。え、かわいい。誰これ。これ、こっちがね、ウサで、こっちちなちゃん。オッケー、はい、オッケー。いいよいいよ。したもう、なんでなんで、もういいよ、いいよいいよ、もうみんな持ってみたいって。では早速作っていきたいと思います。はーい。これ絶対ひどいって。ひどくないよ。ひどいよ、やばいよ。イエイ、パチ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 、この間やっ、パチパチなんか材料をね、いっぱいツイッターの方も来てますね。材料、ちなちゃんの材料が大きすぎて机埋まっちゃう。ツイッターもちょっと読み上げていこう。はい、ね、腕時計もしないしなって言ってる人もいるし、この間やったプレスカンファレスのことかな。そう、プレスカンファレス、カンファレンスのことです。はい、よし、よし、じゃあ早速作って。では早速ハサミをお願いします。ハサミ、ごめん。はい、はい、では早速作っていきたいと思います。頑張ります。うちが買ってきた材料、ハロウィン系でいっぱい買ってきたよ。すごい、こう、でっかい、これ、それほんと、ここに全部つけるの。頑張ってつける。では、はい、ウサが、まあ、でもこっちから 見れないんだよね、みんなに。ウサの材料です。じゃん、フェルト。うん、いけるいける、大丈夫大丈夫。よし、作っていくぞ。作っていきましょう。ちっちゃいんだけど、これね、ちょっと、これただ単に自分が首に巻きたかっただけなんだけど。あ、これ、あの、写真立てに使うんじゃなくて。そう、ちょっと首に巻く、ちょっと首に巻きたかったの。ジュリアナ東京みたいな気分。そうそう、あ、そう、切れなかった切れなかった。ハサミ、変わり番号ですか。はいはい、よいしょ。危ない危ない、機材、もうこれ写真立て埋まってるから意外に切れないんだけど、これ。あ、切れた。でね、多分ね、顧問ごめんね、今のうちに謝っときます。あの、これ結構、これめっちゃ羽が落ちて汚くなる、あー、すいません。怒られるやつだ。怒られちゃうやつです、これ。怒られちゃうやつ。ビリビリビリです、使います。うちはね、糊って私どうしたっけ。こっちにあるよ、糊。なんかハロウィン、あ、やばい、羽ちぎんなきゃよかった。すごい汚い、うちの机。羽まみれだ。羽まみれ、羽まみれ、やばい。いつも親とかに言われるんだけど、何をするにしてもすごい部屋汚いって言われる。ハサミお借りします。どうぞ。ありがとうです。やばい、なんか、なんだろう、これを自分でなんか作ったことある人、オリジナルのもの、あんまりない。みんなないの。あんまない。なんかさ、ちょっと作ってみたいなとかない？なんかちょっと、あの、棚作ってみたいなとか、大工さん的な。あんまない、あんまない、あんまないか。あんまないの、みんな。意外にないね。よしよしよし。これさ、私棚は作ってみたいな。あの、アルテミスの小屋を作ってみたい。もうあるじゃん、もっと大きいの。これ瞬…これさ、つくかな。あ、れれれ、意外につかない。これ、あ、ふうふうふう、ついた。あ、やばいやばい、羽がどんどん落ちてるよ。いや、だってさ、これさ、ふうふうしないとさ、なかなか。これさ、どうしよう。でも買ったの、買って自分でね、うん、あの、すごい想像ができてるの、どうやって作ろうかなって、うんうん、でもね、思ったけど羽がすごいいいように邪魔。しかもすごい汚っ。なんか動物取り扱ってるみたいで。後でここ片付けます。ちゃんと片付けます。顧問ごめんね。こうしたいの、本当こうやっていきたいの。どうしようどうしよう。これ羽飛んできた。あ、ごめん、大丈夫。
り。もうちょっといいや。え、海苔足りないかも。海苔足りない？こっちにあるよ、海苔。いや、多分全部使っちゃう。使っちゃう？そんなに？もうとりあえずもう できるだけもう。うわー、なんかめっちゃドンって張ったよ。ドンって張った。ちょっともういいや、頑張ろう。ちょっと頑張る。あの、荒っぽさで頑張る。荒っぽさ、荒っぽさね。ちょっともうとりあえず何分まで？40分。これ？めちゃめちゃめちゃすごい。かわいい。かわいいの作ってるよ。なんかね、これってあれだよね、あの、性格出るよね、性格出ますね。時間かかりそうだね。確かに。いや、もしこの時間、あと、3分じゃ終わんないな。5分5分ぐらい。5分だね。5分ぐらいで終わらなかったら、宿題にして持って帰ります。ます。これさ、いや、5分でこれ終わるでしょ。終わる？部長、え、嘘。めっちゃ、本当にごめんなさい。めっちゃ汚い。めっちゃ散ってる。ちょっとその間にごめんなさい。後で片付けます。ちゃんと吐いて吐いて吐くから、すいません。ハロウィン、ハロウィン、これ、ま、あー、ボンドついた。これほんと性格出るね。実はね、うん、あ、性格確かに。確かに、ちょっとほんとに写真立てをね、作ったことが何度かあるんですよ。あ、じゃあ慣れてる。そうなんです。もうこれだけで可愛くないですか、この、これレース、じゃーん。さすが、これだけでいける。さすが女子力。こっからどんどん変えていきます。でもさ、羽ちゃんと、あ、やべえ、多かった羽。羽超多かったなんかデイちゃんみたいになってるよ。デイちゃんになっちゃった。デイちゃんになっちゃった。はい、そしてこの可愛いリボンをつけていきます。ちょっと、とりあえず外角ができるように。よいしょよいしょ。とりあえず周りだけでもできるように。周りだけでも固めちゃう。巻いていこうって言われてる。巻いていこうって。ちょっとやばいよ。リボンを貼って巻いてるよ。あ、意外に、あ、マジ汚い、ここ本当にもう羽切るの嫌だ。羽がすごい。羽が嫌って言いながらの、ごめんね、謝っとくね、今のうちに。すいません、もうごめんなさい。よいしょよいしょ。あ、とりあえず周りだけできた。周りできた。できた。周りこんな感じ。周りこんな感じひどいって言わないで。ひどいって言わないで。ひどいって。しかもウサ女子力高いだって。いそがー、ありがとうございます。うち女子力高いよこれ。女子どんな女子。女子力高いよ。どんな女子だよこれいや、これちょっと、いや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 、いろいろいろかけコモ、ごめんね。ヘップしてる。本当にごめんなさい。謝っとくよ。よいしょ。そしてハサミをお借りしていきたいのです。あ、待ってね。はい、何色にしようかな。ベルトがね、切れない。何色がいいかなね、やばいやばい。あのさ、見てわかる通り、ウサの机の上、決めてもらおう。何色がいいと思いますか。ウサの机と私の机の上の差、やば。はい、濃いピンク。あ、こはい、薄ピンク。濃いピンク。いや、いろいろでも考えてんだよ、いい私。でもこれ使うとね、ちょっとね、エンジ色だからおばあちゃんっぽくなっちゃう。ごめん、なんか歯おばあちゃん気にするねおばあちゃん気にするね。あ、鼻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 、あ、手くっついた。手くっついた。ちょっとくっついた。赤かな。赤にしよう。赤にしよう。これさ、意外にくっつかない。あー、ちょっと待って、自分の手がもうやだやばいやば、あ、やばい。大惨事。これさ、ホチキスで止めた方がよかったな、これね。あー、確かに。ちょっと待って、あ、やば。ホチキス。これでね、今ハートを切ってます。ハートの形にします。あ、すいません。すいません。こっち、もうなんかね、もう手がカサカサ。この硬い。やばい。それ接着剤が指についてカサカサになるやつ。あ、やば。やば。え、これさ、どっちした？こっちか。やばいやばい。え、あと何分？あ、もうあと5分経っちゃう。早くない？早いね。作ってると早い。あ、や、あ、できたー。ハート。じゃん。これを女子力のなさ。つけちゃう。見て見て。はっつけちゃう。接着剤。かわいい。やばいやばい。かわいい。じゃ、こうつけたいんだけど、宿題になんないように。やばー。いや、もう宿題だよこれ。え、宿題宿題よ。宿題宿題。私もうすぐできちゃうよ。え、なんでそんなに。
うちまだできないんだけど。本当。もうなんか写真真ん中の写真見えない。いや見えるから。見えるから。あとであのなんか電気のあのギュニューって出るやつ。そろそろ終了？終了時間じゃね？やばくね？そう？そろそろ？確かにこれ見えない。ちょっと待って。真ん中のさ羽。いや羽はね後で処理するの。後で綺麗にカットカットするから。カットする？とりあえず今は。そう雑ながら貼らせていただきました。ちょっとマジくっつかないんだよ。羽すごい本当ね。これをねこうつけたいの。これ本当の完成図ね。私のこうつけたいの。こうちょっと羽後で処理するから。これなんか来月欲しいって思ってもらえるかな。思ってもらえる。綺麗に作ればなんとかなるよこれ。でねそろそろ時間だからね一回終了しようかな。そうだね、一回終了しちゃう。途中経過を発表してね。発表しちゃいましょう。まずちょっと待って、ちょっと片付けるから待ってね。というわけで一回終了。終了。ちょっと途中ですけどすいません、はい、時間の関係上。そしてそしてさっきの完成図を一回ちょっと照らし合わせながら少し見てみましょう。先ウサからお願い。はいはい。じゃあ片付けちゃうから。じゃん。えい。もっとはいお願いします。ちょっと近づいてきた。すごい女子力アップ。女子力。女子力だね。やば。手カサカサなんだけど。平気。やばい。羽がじゃあちなちゃんの。あのね。いやあのこれ羽ちゃんと処理するから羽をきれいに。あとここも片付けるから。はい、はい、じゃーん。あこれがあれね。はいはい、まだちゃんとできてないからでね。これがね聞いて。これがこうなりたいの。こうめっちゃゴージャス。こうしたいの。えすごいね。あとで羽処理するからマジ写真見えない。写真が見えない。羽のやばいよ。写真立てる意味がない、はい、ただのオブジェはいみたいな感じです、はい、欲しいって思ってもらえるように綺麗にあのちゃんと整えてきますので、はい、まあ、楽しみに待っててください。トリミングをトリミングするか。トリミング しましょう。2つこれ2つこの違い全然違う。やばい。もうボーボー綺麗。綺麗綺麗。ハロウィンっぽいですね。あ、ほげなかった。ほげなかった。ハロウィンっぽいでしょ。また次回ということで。しかもウサのはいいねって書いてあってさ、ありがとうございます。チナガクガクブルブルって書いてあるひどい。接着あとでなんか上から貼んなよ。貼る。あとでやろう。はい、ということで、はい、次回の宿題になっちゃいましたね。うん、次回まで楽しみにしてきてください。はい、あとでここ片付けます。はい、片付けます。本当にあとで写真撮って、ね、あの置けとこう。こうなりました。はい、あーもうおかしい、最悪。はい、では、はい、では、では、はい、今月はここで終了で、はい、ということで、こんな面白い写真アプリあるよとか、写真を使ってこんなことしてみたら面白いんじゃないなど、皆さんからの情報もお待ちしておりますので、ぜひぜひ、ツイッターでつぶやいてください。お願いします。以上で、写真で遊ぼうのコーナーでした。羽がやばい。はいはい、ということで今月はちょっとスペシャルコーナーまでの時間がありませんので、ちょっと飛ばさせていただきます。はい、いいよ。ということでいいよ。エンディングですねっていう前にごめん、ダメ、待って、やっぱエンディングダメ。なんでエンディングダメ。え、なんでなんかし忘れたっけ。そう、いろいろあるんだ。私がここからちょっとだけ仕切らせていただきます。ではコモンさん、よろしくお願いします。9月25日はうさちゃんの誕生日ということで、サプライズバースデー。何これ、撮影バースデーをやりたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。わあ、はい、わあ、じゃーん、ケーキすごいね、かわいい。おめでとう。アフロ犬かと思った。ちょっと違うね。ではではですね、じゃあ皆さんで、うちがうさちゃんお誕生日って言ったらおめでとうって大きな声で言ってください。では行きます。うさちゃん
お誕生あれ嘘でしょ嘘でしょ、え、なになになに、なんか用意してる、なんか用意してる、え、違う、もう一回もう一回、うさちゃんって言ったらお誕生日おめでとうって言って、はい、いきます、はい、せーの、うさちゃんお誕生日おめでとう、ありがとうありがとうございます、テイク2でしたけどね、嬉しい、じゃあ一口食べてみて、え、いいの食べて女子力意外に硬かったの、おいしい、おいしい、おいしい、めっちゃおいしい、これおいしい、ごケーキ可愛いの、ちょっと、はい、うん、見てもらおう、見てもらおう、ちょっと待って、ケーキ見てください、かわいい、うさちゃんってちゃんと書いてる、ありがとうございます、犬がアフロ犬かと思った、ほんとに、うん、じゃあ後でこれ食べましょう、後で食べます、ありがとうございます、そっち置いとこ、こんばんは、ありがとう、オッケー、ひなちゃんありがとう、部長部長やだやだ大好き、はい、あ、いいよ、大好きだよ、大好き、ついた、おめでとうだって、あー、ありがとうございます、バチバチ、ちなちゃん、毛の処理しましょう、毛の処理、なんか毛の処理だけって言ったらなんか一人り毛の処理しときますから、トリミングしましょう、トリミングしましょう、しましょう、はい、では改めましてエンディングの方をさせていただきたいと思います、皆さんありがとうございましたはい、はい、ということで、うん、はい、今月はこれで、はい、終わりということで、最後に、まあ、最後に説明をお願いします、説明をしていきたいと思います、ツイッターのアカウントなんですがクリームついてる、はい、ツイッターのアカウントは IKBJKB シャープ IKBJKB でございます、うん、はい、こちら、こちらのハッシュタグでつぶやいていただければ番組内でリアルタイムに見ることができますのでぜひぜひ皆さんつぶやいてくださーい、お願いします、お願いします、はい、そして池袋女子カメラ部は毎月第1日曜日の18時から、ね、はい、18時から池袋で番組公開収録とその後撮影会のイベントをやっております、はい、ぜひ会場の方にも遊びに来てください、お願いします、はい、こちらなんですが来月分のイベントチケットは今から発売しております、お願いします、はい、そしてこちら先着10名様になっております、当日券もありませんのでお気をつけてください、ごめんなさい、はい、そして予約のメールアドレスなんですが IKBJKBIKBJKB 予約 @gmail.com IKBJKB IKBJKB 予約だ、予約 @gmail.com です、はい、ぜひぜひ応募してください、お願いします、予約入りますね、 IKBJKB の後によろしくお願いします、お願いします、というわけで次回は10月5日第1日曜日18時からやらせていただきますので、うん、今から予定を空けて見てください、はい、では最後に、はい、そしてこの10月5日なんですけど、うん、先ほど、はい、先ほど作った写真立てをなんとプレゼントしたいと思うんです、え、はい、10月5日えって言わないで、ちゃんと綺麗にするから、はい、綺麗にする、その、これをさっきのこれこれこれをプレゼントしたいと思います、はい、この番組内 で言わないで、プレゼントします番組内で涙あり感動あり、はい、戦いありの、はい、AKB のじゃんけん大会よりも面白いじゃんけん、壮絶なじゃんけん大会で勝った人にプレゼントということで、いらないって言わないで、え、負けた人、こっちが負けた人で、負けた人だろひどいよ、そんなことない、ちゃんと綺麗に作ってくるからプレゼントしますのでぜひぜひ予約してください、よろしくお願いします、はい、地方の方はちょっとごめんなさい、ぜひぜひ 足を、はい、中の写真、中の写真は私たちのベストショットの写真を入れて、はい、お渡ししますので、はい、期待しててください、写真見えたらいいな、ね、というわけで最後に締めをして終わりにしたいと思います、はい、ではいきます、はい、せーの、うーん、カレブー、バイバーイ、バイバーイ、写真見えるかな、来月ちょっと見える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 、あ、消えちゃう、白くなってる、あ、やばいね、これひどいねマジひどい、チナのは困るなって書いたら、いや、ほんとだ、ええって綺麗にしてくるし、ちゃんと、まあ、予定開けた